A 段03系電車、A 段03系電車、A 段03系電車は、1988年、昭和63年7月1日に営業運転を開始した、低都高速度交通 A 段、A 段の通勤系電車である。2004年、平成16年4月の A 段民営化に伴い、東京地下鉄、東京メトロに継承された、日比谷専用の車両である。 老朽化した3000系の取り替えと日比谷線の車両冷房実施を目的として投入された同線の増発も実施されたため3000系よりも4編成多い42編成である1980年代後半に入った当時日比谷線は混雑が年々増加しておりそれまでは駅施設やダイヤの改良で輸送力増強を行ってきたが 1988年に急遽、車両増備、新型車両を投入による輸送力増を実施することになった。この新型車両の製作決定から搬入の予定までは非常に短かったが、当時銀座線用の01系をベースとした、東西線輸送力増強用の新型車両、現在の05系の設計、開発が進んでいたことから、基本的な設計や機器は05系とほぼ同様な、 ものとした。当初は3000系の車令が30年に達する1990年、平成2年頃に新型車両を投入することを検討していたが、投入時期が前倒しとなった。このため、制作決定から営業運転までの期間は約10ヶ月と短く、設計を担当する側には多くの苦労があった。また、設計にあたっては、 A 団内でも技術面やデザイン的に優れていた3000系を意識し、ハイクオリティ、アダルトセンスをテーマにした。日比谷線が、相互直通運転を行う東武伊勢崎線、東武スカイツリーライン、日光線、及び2013年、平成25年3月15日まで相互、直通運転を行っていた、東急東横線に全編成が入線することが可能、ある。 3000系では、乗り入れ先の保安設備の搭載が、編成によりまちまちであり、東部線のみ入線可能な編成、東横線のみ入線可能な編成、東部線、東横線の双方に入線可能な編成の3種が存在しため、これを反省点とし、全編成に、東急型 ATS 及び東部型 ATS を搭載するほか、後に、東急型 ATC、 ATCP を搭載した。東急型 ATS については、東横線、渋谷、菊生の保安装置が1997年、平成9年3月に新 a t c となって、以降は使用されなくなった。2004年に、千住工場が廃止されると、詐欺沼工場への入り出場。詳細は、後日の際に、東急大井町線において、再び使用されるようになったが、 同線も2008年に ATC 化されてからは使用されていない。現在、一部編成は東急型 ATS が撤去されている。1989年、平成元年12月20日、鉄道友の会の1989年グローリア賞を受賞した。これは01系、02系、03系、05系の各、新系列車両に対しての賞である。 車体全長18メートル、片側3扉、直流線5 0 0ボルト河川終電方式の強気、専用、アルミ製車両であり、MT 比 4M4T の8両編成を構成する。構えからだ、外反などは、アルミニウムの大型、中空の押し出し型材を使用し、連続溶接工法により組み立てている。日比谷線のラインカラーである、シルバーライン、表記上は、灰色に、 アクセントとして、ダークブラウンアイボリーの細い帯が上下に入る。外観は、曲線形状の前面やフロントガラスなど三線系のイメージを残している。前面ガラス上部には、行き先表示器、運行表示器と車両番号表記の2つの窓があり、これらは周囲を黒く塗装することで、全面ガラスと一体感を持たせた。前面には、地下鉄線内における、 プラグドアを用いた非常扉を設置する。冷房装置は集中式を一気搭載し、冷凍能力は4 8 9キロワト四4 2 0 0 0カロリー h であり、A 段の新規系列では初の冷房装置搭載者である。装置には、きめ細かな温度制御や、省エネルギー効果の高いインバー制御方式を採用している。これは、 DC コンバータからの直流 600V を電源とし、クーラー内のインバータで交流に変換しながら、乗車率、大荷重装置で検知や、車内外の温度に応じて、マイコンが最適な温となる、要可変制御するものである。初期車では、外観形状は角型で、手動操作式、冷房、暖房、除湿、送風モードを選択のものである。第26編成以降は、 外気導入方式とし、さらにマイコンが最適な空調モードを選択する、全自動、同搭載した。このタイプの装置は、外観形状が変更され、端部には丸みを帯びた FRP カバーが設置された。さらに初期車では、車外スピーカーが外販取り付けだが、第26編成以降では、この FRP カバー内に内蔵された。1994年、 平成6年までに8両編成42本、336両が製造された。製造メーカーは、第01編成が川崎重工業、第02編成が日本車両製造、それ以外は近畿車両と東急車両製造である。このうち1次車は1988年度の輸送力増強用であり、2次車以降は3000系の置き換え用である。 2000年、平成12年3月8日に、中目黒駅手前で、死者5名、負傷者63名を発生させた、列車脱線事故、A 田日比谷線中目黒駅構内、列車脱線衝突事故を起こしている。事故の原因は、曲線区間において、ボルスタレス台車の輪への付近口から、せり上がり脱線が起きた。この結果、脱線、大破した一両、A3 から802号が廃車され、 2001年、平成13年9月に代替車が日本車両製造で落成した。車内外の表示器や運転台などは初代の車両に準じている。この事故以降、東京メトロは新規に設計した車両にはボルスタレス台車を要せず、全てボルスタ付き台車を採用している。なお、造備車についてはこの限りでなく、05系13次車において2004年まで採用されていた。 以下の区間で運用される。全区間各駅停車で運行する。定期検査は、千住工場の廃止以降、詐欺沼工場において行われている。その際の改装では、中目黒駅、東急東横線武蔵小杉駅、東急目黒線から、元住吉県社区、東急目黒線大岡山駅、大井町線二子玉川駅、田園都市線詐沼駅間を走行する。 本形式は、全車3扉の編成、22本と両端の2両を5、扉車とした編成、20本に対別される。詳細は、以下の表の通りである。なお、例2編成の例3から800には、中目黒事故で大きく損傷したため、同番号の2代目の車両が2001年度に製造されている。詳細は、歴史の項を参照。 客室内装はベージュ系でラージサラサ模様と呼ばれる柄入りの化粧板。床材はベージュとオリーブグリーンの2色である。袖仕切りは0チ系に順じた仕切りと二棚の端が一体になったものであ。網棚にはステンレス線を格子状にスポット溶接したものを使用している。3. 扉車における側窓はドア間が3連窓、車端部は単窓である。 三連窓の内中央は固定式で、それ以外は開閉可能な加工窓である。いずれも車高用に薄い灰色のカーテンが設置してある。ラッシュ時の乗降がスムーズになるように、客用乗車口は有効幅を 1400mm と3000系よりも 100mm 広くしている。客用ドアは客室側も化粧板仕上げで、ドアガラスは三次車までは短板ガラス。 4次車以降は、服装ガラス構造である。各車妻面には、妻面窓と、貫通扉を設置する。落成時点では、座席表地が、全車茶色系区分柄であったが、2001年から2006年、平成18年にかけて、定期検査施行の際に、非バケットシート車、1から3次車は、講師色系区分柄に、バケットシート車、4次車以降は、講師色、 優先席は青色の総柄モケットに変更された。座席は3、扉車でドア間が9人掛けの座席、車端部は4人掛けである。1人分の掛け幅は当初 440mm 幅だが、6次車以降は 450mm 幅に拡大されている。天井は冷房用ダクトが車体全長にあり、中央に先頭車6台、中間車7台の補助送風機。 ラインデリアが収納された製風板、その両端には冷風の吹き出し口がある。また、この中に車内放送用スピーカーが6台設置してある。吊り革は白色であり、現在は線路方向は全長にわたって、枕木方向はドア付近のみに設置される。2006年頃からは優先席部の吊り革がオレンジ色に変更されている。次車からは、 座席端のスタンションポール、握り棒は圧迫感を軽減させるために直線上から外側に向かってカーブした形状に変更された。ご自社からは車内2カ所に車椅子スペースを設置し、非常通報機が警報式より乗務員と相互通話可能な対話式に変更されている。その後は第1.02編成のみ後年に改造で車椅子スペースを設置した。 六次社からは、前年度に落成した06系、07系の仕様が取り入れられ、袖仕切り部では仕切り上部のパイプに座席モケットと同じ布地を巻いた。連結面では貫通路を 800mm 幅から 900mm に拡大し、貫通扉はガラスを下方まで広げて見通しを良くした。2007年頃からは合車札、非常コック、 非常通報機などの車内表記類を1万系と同じ蓄光製のシールへの交換が実施されている。2006年12月には第23編成の床材が新令語系と同様の灰色系に変更された。これはそれ以外の6次社でも多く見られる。乗務員室内は薄い緑色、運転台系基板周辺は紺色を基調としたデスクタイプである。 本形式からは乗務員の居住性向上のため、室内スペースを線路方向 2900mm と、広めに確保するようになった。運転台には、縦軸回転式、マスコンハンドル、デッドマン装置付、立行1から4の地、ブレーキ設定器は、電気指令式のもの、常用ブレーキ1から7段、非常を設置する。第26編成以降は、 運転台形基板の形状が変更されたほか、マスコンブレーキ設定機は、カム式から無接点式に変更した。さらにブレーキ設定機は、挿入式、直波制御車から固定式、VVVF インバタ制御車に変更された。速度計は、時速 120km 表示であり、白地でオレンジ色に伝承するものである。当初は黒地に平板であったが、 1997年、平成9年3月の東横線新 ATC 火事に、車内信号対応タイプに交換された。なお、日比谷線の新 CSATC 火は2003年である。車掌台には、行き先表示機、車内表示機の操作機がある。軽気版右側には、車両制御情報管理装置、TIS、口述のモニター画面が設置される。当初は、 オレンジ色の単色モニターであったか、2003年までにカラーモニターに交換をした。乗務員室仕切りは、運転席背面に大窓、右側に乗務員室仕切り扉があるもので、車高膜は大窓部分のみに設置され、乗務員室扉部に車高膜は設置していない。同様の仕切り窓配置は、後の0 6系、0 7系でも見られる。保安装置には、当初から、 日比谷線内で使用する WSATC 装置、地上信号式と、東部型、東急型 ATS 装置を搭載した。ATC 装置については、1997年、平成9年3月に、東急東横線の保安装置が ATCP に変更されたため、これに対応した、車上装置の更新を実施した。さらに2003年、 平成15年10月には、日比谷線の新 c s a t c 化が実施され、この際にも、車上装置の更新が実施された。これらの新 a t c 装置は、車内信号現時方式である。本形式では、車両制御情報管理装置を採用した。これは、従来の故障表示モニターを大幅に発展させたものと、定期検査時に使用する、車上検査オ、OK、ケを統合したもので、 日本国内の鉄道車両では前例のない本格的な車両モニタリングシステムである。この装置は三菱電機が1988年に完成させたもので主に情報処理技術、IT 分野の発達で実用化が可能となったものである。システム構成は先頭車に TIS 中央装置を中間車に TIS ユニット局を搭載し、 搭載機器とは電装線で接続してインターフェースを行うものである。主な機能は TIS 装置の採用で車両偽装配線の削減や乗務員支援、定期検査時の効率化などを可能とした。これ以降 TIS 装置は A 眼地下鉄の新系列車両で標準搭載となった例に系を除く。1990年 平成2年9月にあっから主事の乗降時間を短縮するために、編成の両端の2両1.27.8号車を5、扉車とした試作車の大09編成が製造された。これは、日比谷線では、駅出入り口がホームの前後にある場合が多いためで、乗客の集中する位置に組み込むことで、乗降時間の短縮を図るものである。外観は3、扉車に準じているが、 車両の構造上から客用ドアはすべて 1300mm 幅、車端部の窓以外が、戸袋窓固定式とされたので、長時間停車時の換気を考慮して、屋根上に強制換気装置を2台搭載している。扉間の座席は3人掛けとなり、座席定員は減少しているが立席定員は増加した。学扉車の飛袋部の窓枠は、 クリーム色に着色された FRP 製でカーテンはレールがなく下側の金具に引っ掛けて使用するものである。ただし、車端部の窓枠は3、扉車と同じ構造だが、クリーム色に着色されている。なお、編成中の3、扉車の窓枠は従来と同じくアルミの無塗装品、シルバーである。5、扉車では2扉。 第2に4番目の扉を締め切りにすることも可能で、締め切り中は、車外の扉横と車内の扉上部に、このドアは開きませんと表記したメッセージが点灯する。また、締め切り対応扉は、車内側の化粧板色が、通常のベージュ色ではなく薄緑色とされている。この後、扉車編成の先頭車正面には、コドアーズと表記したマークを掲出している。 申請当初は、この、ゴドアーズマークは、非常扉窓の下部に貼られていた。その後、視認性工場のために現在東京メトロ、ハート M マークが貼られている位置に変更された。さらにその後、東京メトロへの移行時に、同位置に、ハート M マークを貼り付けすることから、非常扉上部に変更された。このか、日比谷線内の各駅に設置されている乗車位置、標識は、 5. 扉車のみが該当する標識にゴドアーズと表記したマークが入る。試作した第09編成において朝ラッシュ時の効果が認められ、本格的に量産された。第28編成までは5扉車で落成したが、ラッシュ時の必要本数の20本に達し、第29編成以降はオール3扉車に戻った。なお、5 扉車は朝ラッシュピーク時の北千住発車の列車に入る。なお、当初は東武線内では整列乗車が乱れるという理由からも、扉のうちに扉を閉め切って運行していた。しかし、1993年、平成5年2月末に試験的に全扉の使用を開始し、翌3月から本格的に全扉を使用する運用にした経緯がある。同時期に、 東武鉄道も乗り入れ車2万系の5、扉車バージョンである2万50系を投入した、1992年、平成4年12月運転開始。なお、かつて乗り入れていた、東急1000系には5、扉車は製造されなかった。JR 東日本の E231 系の6、扉車とは異なり、ラッシュ時でも、座席の収納は行われなかった。2018年10月1日に、 第12編成が廃車されたのをもって全廃となった。車外スピーカーが全車に搭載されている。乗務員によるアナウンスのほか、乗務員室の車掌スイッチ近くにある乗降促進ブザースイッチ操作により、ブザー音と自動アナウンスを流すことが可能でる。直播使用車は車体側面に車外スピーカーが設置されているが、後期型である。 VVVF 使用者については、冷房装置キス内蔵型に変更された。また、日比谷線に乗り入れている、東部250系、2万7 0系、かつて乗り入れていた、東急線系もにも、同様のものが装備されているが、東部車両については、A 団地下鉄民営化後、声、言い回しブザー音が変更され、ドアが閉まります。ご注意くださいと2回流れるようになった。 前面に行き先表示器、運行番号表示器が、側面には行き先表示器が設置されている。四次車までは、前面、側面ともに日本語とローマ字表記の入った字幕式である。五次車以降は行き先、運行番号表示器とも、LED 式で、側面のみ、ローマ字表記が入る。客用ドアの車内側上部には、LED 式の車内案内表示器、ドアチャイムがある。 これに、行き先、駅名、乗り換え路線を表示する。日比谷線内では、すべての編成で、自動放送と共に表示することができる。初期の編成では、LED のドットが角型であり、駅停車中の自駅表示がスクロールするようになっていたが、後期の編成は、LED のドットが丸型となり、駅停車中の自駅表示も静止表示となった。 VVVF インバータ車の第26第42編成は東武線内でも自動放送とともに車内案内表示機に自駅名などの情報を表示することができるが、直波制御車の第01から25編成は東武線内での車内案内表示は、この電車は東武動物公園、雪のように行き先のみの固定表示で自動放送も行われていない。また、 以前は、ドアチャイムも、東急線内では、全編成、東武線内でも、第25編成までは明動していなかったが、その後全編成が鳴動するようになった。本系列は、新車搬入時に、下記の経路で搬入されている。車両メーカーから、公衆車両輸送で、JR 東北本線、宇都宮線東は趣味や駅まで輸送され、その後、久喜駅から東武伊勢崎線へ入線して、 成平橋駅、現、東京スカイツリー駅まで輸送、折り返して、竹の塚建築、現、千住建築竹の塚分室へと搬入した。なお、東武線内の車両輸送には、ED5080 型などが使用された。これは、伊勢崎線上り線から竹の塚建築へ、入線するには下り線を2回横切るため、成平橋で折り返して、下り線を走行して、 竹の塚建築へと搬入するためであった。ただし、同駅の地平ホーム増設工事の開始のため、6次車は下記のルートで搬入されている。車両メーカーから公衆車両輸送で JR 横浜線長津大系と輸送され、同駅から終電後に東急電園都市線へ入り、詐欺沼建築へと搬入して各種整備を実施した。その後、日中に、 詐欺沼駅二子玉川園駅、現、二子玉川駅から、大井町線経由対内岡山駅、旧、目釜線、東横線経由から、元住吉駅折り返しから、東横線経由中目黒駅線受験尺へと、自力改送し、車両メーカーから、公衆車両輸送で、JR 東北本線、宇都宮線東は市宮駅まで輸送され、その木木駅から東武伊勢崎線へ入線して、 東武動物公園駅へ輸送、そこから自力走行で成平橋で折り返し、竹の塚建区へと搬入した。東京地下鉄では2010年度時点では、工場検査の入場時期となる4年を基準に、車両回収時期を定めている。本系列のうち初期に製造された車両は大規模な改修工事の施行時期となる24年目に達したが、2014年、 平成26年4月までは、東京地下鉄から発表はなかった。ただし、千住建築での施行により、2012年より、制御装置の改良工事、VVVF インバータ制御化が開始されている。改造工事は2012年12月末時点で、第01から04編成が完了し、2015年3月末時点では08、編成までの発本が施行されている。 2013年3月16日、東横線と福都新線との直通運転開始に合わせ、日比谷線は東横線との相互直通運転を終了し、中目黒を始発終着駅としたため、以後の零山系の旅客営業での直通運転先は東武線未となったが、同日より東武線側は日光線南栗橋駅まで直通するようになった。 2014年、平成26年4月30日、東京地下鉄は日比谷線の車両申請及びホームドア設置について発表した。それに伴い、2016年度から2019年度にかけて新型車両を導入し、零産系の置き換えが完了次第、ホームドアの設置が開始される。現在、3、扉車と5、扉車が混用される、日比谷線、 東部スカイツリーライン直通列車の車両をすべて20メートル級の4、扉車に統一し、ホームドア設置における乗車位置の問題を解決する。新型車両は7両編成となることと、近畿車両が一括受注することが発表され、2015年6月17日に、形式が1万3000系になることが明らかとなった。また、同時に、東部鉄道も、同仕様の7万系。 東京メトロ1万3000系と同じく、近畿車両が一括受注を導入する予定である。置き会社となる1万3000系は2017年3月25日より、本格的な営業運転を開始している。なお、同系の本格営業運転開始に先行して、同年2月1日には、第14編成が、北立林に扱い所まで、廃車改装されており、 前述の中目黒駅脱線衝突事故を除いた置き換え廃車としては第1号となった。今後、2020年度までに零三系全車両が1万3000系に置き換えられる予定である。なお、以下の予定で他の鉄道事業者に譲渡されるとの報道がある。こちら、葛飾区亀有公園全覇出所2004年放映、お笑い主要記事に非番の日に外出した、 主人公の両津漢吉が乗車した車両として登場する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。